車が実装されたぞ。やっと来たか、楽しみだな。ヘリコプターみたいにぶっ壊れの性能じゃなければいいんだが。このトラック乗れるのかな。おお、乗れた。やめとけって、すぐ壊れるぞ。大丈夫だよ、だって耐久値が1200もあるんだよ。いや多分そういう問題じゃないだろ。ほら、高中ミニポあるから。え、あ、ちょっとミニポ取れてない。ほら取ってこい。ワンワーンって、私は犬じゃねえ。高中何やってんの。そうだよ、グサイド高中。おっ、これはまた別って、ちょっと待って、マローダー。またマローダーに殺されかけてるよ。車でずらかれ。逃げるんだよ。まったく言うこと聞かねえ。何やってんだよ、仕方ねえな。おお、やばい、車が壊れる。あ、そういえば車って壊したらヘリ同様爆発するらしいぞ。全速前進だ。おおおお、この車めちゃくちゃ速いんだけど。車の中にもいろいろ種類があって、それぞれで性能が違うようだな。爆発するぞー、逃げろー。うわお、マジで爆発した。普通のマッチで実験するやつ初めて見た。危ない。お前何しやがる、この野郎。なんか車の音するな。一定やばいよ、100ダメージも出るの。わあ、嘘だろ。ヘリコプターよりも大悪じゃねえか。それプラス建築破壊性能持ちだろ。何もかもおしまいだ。何しやがるこの野郎。マジで今アンチに追われてるからヤバいって。そうだよ、やるなら高中にしろよ。なんで。その方がいいだろ、動画的に。それもそうか。あっても高中のプレインズの方が確実に動画映えいな。またやりやがって。っていうか、今までの戦闘シーンなんでカットしてるんだ。そりゃあ私何もできてませんもん。でも2キルしてんじゃん。あ、それ全部ホットでした。くさ、ホット処理オツです。敵を発見、一気に肩をつけるぞ。了解、突撃。なんかロケラン撃ってきてるやついるじゃん。こういう横槍が一番だるい。やばい、待って、突撃したはいいものの、これからどうしよう。動画のために少しは活躍しろよ。やばい、待って、敵こっちに来てる。はやばいぞ、高中が死ぬぞ。ホタルの光。どけ高中、俺がやる。ってなんだよ、これめっちゃ燃えてるじゃねえか。こっち取り倒したぞ。特殊能力、それは触れたものはどんなものでも爆弾に変えることができる。なこと言ってねえで、今起こったことを説明しろ。ありのまま今起こったことを話す。なんだよ、今回ジョジョネタ多いな。まず私がジャンプパッドでみんなと一緒に飛んだでしょ。そうだな。その後私は敵が来てると分かり、すぐそばにあったホタルの瓶を取ったんだ。その時手に持っていたガソリンを手放したんだよね。そんなことも知らずに瓶を投げた私はダメージを食らいながらも脱出。そこに俺が入ってしまって、瓶の炎がガソリンに引火し爆発。こうして下げ山はもっと恐ろしいものの片鱗を味わったということか。うまいことまとめようとしてんじゃねえ。光線中、光線中で、こっちに来てる。二人で相手するぞ。やばいよ、ロケラン特攻してきた。高中弾力やばいじゃん。おお、やべえ、さらにピンチになった。てか下げ山くんは食らってないのかよ。さっきのバチが当たったんだよ。マジかよ。とりあえず回復できた。ああ、おいおい、大丈夫かよ。あのトランスフォーマーみたいなトラック絶対許さねえ。あれ、あのトラックどこ行くんだよ。あいつが行って何する気だ。もう爆発した。てか今回爆発多くないか。この蓋の中に隠れてやがる。こういう時はクラッシュパッドを。それはナイス。最後にロケランでフィニッシュだ。わあ、やらかした。なんだよ、どうした。最後私全く違うところ向いてました。わあ、バカなよ。これは実況じゃ失格だな。最後に米津玄師さんのイベント死亡。お、急げ急げ、もうすぐ始まるぞ。現在の状況を説明します。簡単に言うと時間ギリギリです。いやー、高中に召集かけられるまで全然気づかなかったからな。召集かけたの、まさかの5分前で来てくれたのがグリン君だけでした。来た瞬間風呂から飛び出てきたもん。マジかよ。もう始まってるじゃん。はじめは新曲の迷える羊だね。ちょっとフルで流すのは100とか色々足りないからダイジェストでいくよ。
この歌をうまく歌えないのに監督たちは沈黙を守る脚本の終わりは書き上がっていない祈るように僕は口を開いた2曲目も新曲の関連だね。おい間に合ったか？間に合ってないよ。呼んでこれたのはこの二人でさで山くんは来れませんでした。仕方ないよ急だったもの。次はなんだ？砂の惑星だ。次は何だろう。ユンス天使です。今日本当にありがとうございます。今回このライブに至るまでにいくつかの大きな出来事がありました。新型コロナウイルスによるライブツアーの延期そして中止ということが、そのうちの最も大きな一つです。待ってくれてる人を残してバラバラになって捨てざるを得なかったライブツアーに代わるものを探した結果、実験的にこういう形でライブをやってみようと、そういう決断をするに至りました。未曾有な出来事を前に私のような音楽家にできることはそう多くありません。変わっていく時代の中でより新しくそれでいて美しい一瞬をみんなと共に過ごしていたい、そういう思いを抱きながら今ここに立っています。今日はどうもありがとうございます。最後までぜひお付き合い願えたらありがたいです。マジか。これは驚きだ。次はパプリカだな。次はレモンです。夢ならばどれほど良かったでしょう。
未だにあなたのことを夢に見る。あの日の悲しみさえ、あの日の苦しみさえ、その全てを愛してたあなたと共に、胸に残り離れない苦い揺れも乗り越え、雨が降り止むまでは帰れない。今でもあなたは私の光。あの日の悲しみさえ、あの日の苦しみさえ、その全てを愛してたあなたと共に、胸に残り離れない苦い輪もの匂い、雨が降り止むまでは帰れない。切り分けた果実の片方のように、今でも私の怒り。最後までご視聴ありがとう。チャンネル登録はこっち。他の動画も見てくれよ。じゃあまた次回の動画で。バイバイ。